ただいまご紹介になりました、特異情報学研究所、それから東大の大学院情報理工科学研究科の調査研究室から使われます。権利じゃなくて、フロアフォです。はい、すいません。聞こえましたでしょうか。私がやってるのは、兼任でなく、プロアポです。これが結構重要な話になります。それで、ちょっとだけ、自己紹介させていただきます。まあ、私は、先ほど言いましたように、プロアポをしていまして、国立情報学研究所 NII と、東大の大学院の専門は、研究専門は、まあ、AI バッチリっていうわけじゃないんですけど、離散数学とか、理論計算科学、アルゴリズム、ね、最適オペレーションリサーチ、まあ、AI をちょっと外れてるけど、AI の基盤のところは全部カバーしてる。ただそうです。モニターさせてください。経歴はこのような感じになっていて、まあまあ、しょうがない。ですね。まあ、こういうようなのがヒントで、なんでこんな、猫の写真を載っけたかというと、おそらく、このブーストの選考、面接は、おそらくオンライン。で、その時ですね。まあ、私が若い時、こういうところ選考会行ってると、大体、まあ、こんなでかい部屋じゃないですけど、この3分の1ぐらいの部屋で、PO の先生だとかがそれでバーって並んでて、なんかもう見るからに怖いって感じだったんですね。見るからに、なんか入っただけでちょっと萎縮しちゃうような感じ。で、オンラインになると、まあ、やっぱり、PO の先生が、まあ、PO の先生がどう考えてもやっぱりちゃんと面を言ってないといけないから、PO の先生ちゃんと見ると、まあ、どう考えても苦虫を噛みつぶしてるような顔してる。まあ、私も多分そうなっちゃいます。なんだけど、皆さん私の顔を見ないで、この猫を見てですね、ぜひ、リラックスしてほしいと。今回の目的の一つは、若手の先生の力を発揮させるということなので、面接もなるべくリラックスしてやってほしいなというような形ですので、まあ、あんまり萎縮しないでいろんなことをやってほしいなというふうに。それで、私の方の説明なんですけど、まあ、ちょっと言い忘れましたが、基本的にはですね、この制度のこういう説明会をさせていただくと、大体9割8分くらいの質問は、制度に関する。で、まあ、なので、まあ、制度に関することを私は喋ってもしょうがないので、まあ、研究者目線で皆さんが何を持ってるのかなということをちょっと、考えながら話させていただければというふうに思います。で、まあ、背景としましては、まあ、これはあんまり伸びる必要ないですが、基本的にやっぱり情報、AI というところは、AI 人材というところは、まあ、とにかく若いっていうのが、こっちの実大体皆さん35以下で何かを成し遂げてる。で、そうなると、やっぱり学位取って10年未満ってところで、10年以下というところで何かを成し遂げないと、まあ、この分野で大きく羽ばたくというわけにはいかなくなるというのは、まあこれは周知の事実だし、それはまあ分野の先生方、また学生さんも含めてみんな共通の認識なの。なので、その時期の人に、まあとにかく頑張ってほしいと。で、それをサポートするシステムだっていうのが研究所ミッションだというふうに思っています。実際また、私はこの研究プログラムブーストで若手の研究者にやってほしいことっていうのがあって、それは後でちょっとメッセージ出したいというふうに思います。もう一つは、ここエコシステムって書きましたけど、こういうような研究プログラムって現時点では何年続くかわかりません。何年続くかわかりませんっていう意味ではどういうことかというと、何回公募するかもわかります。次あるかもわからないです。だけど、こういうようなグラントだったり、こういうようなブーストみたいなものを体験した若手の研究者が声を上げてくれることによって、こういうものは変わってきます。だから皆さんが大きな声を出してくれることによって、次回続くし、その次も続く。ということをぜひ、実現してほしいなという。そういうことを私は一つ一つに思っているので、採択された研究者の皆さんも含め、若手研究者はぜひこういうものを続けてほしいっていうことをずっと、まだ始まってもいませんけど、始まったらぜひですね、そういうことは言ってほしいなというふうに思う。それで、もう一つ重要なメッセージとして、まあ、分野っていうことですね。
で、分野はここにありますように、まあ、AI 分野っていうことでバッチリとこうで、この辺のところ、現時点では例えば自然言語処理とか、画像処理とか、機械学習とか中心になってますけど、それ以外のまあ AI のこと、それ以外に AI かけるなんとかっていうところが結構あって、さあ、ライフサイエンス、通信、環境、農業、テクノロジー、ものづくり、社会機能、エネルギー、人文社会、フロンティア。こういうふうにあります。これがまだ例でしかないんで。ただ、ここで重要なメッセージとして取ってほしいのは、現時点では想定として AI のど真ん中の研究者と AI 分野における新興融合領域の研究者を半分半分ぐらい取りたいっていうのがこのメッセージ。ください。大体の目安として。もちろんそうならない可能性は多分にあります。だいたいこういうのっていうのは、提案書を出してもらって、その提案書の、まあ、ある意味、分野のある意味、分野とプロポーショナルに取る可能性が高いわけで、実際はそういうふうにならない可能性は大きいんですけれども、でもまあ、意図としては、半分半分に大体。ということは、AI かけるなんとかって分野からもやっぱりかなり取りたくて、それに合わせたアドバイザーの配置っていうのを現在してる。なので、アドバイザーは大体、ここに書いてあるポーションと同じような感じになるというふうに思っていただくといいです。これは結構重要です。で、それで、これ見ていただくとわかる通り、AI かけるなんとかと AI のど真ん中両方入るってことは分野がめちゃくちゃでかいんです。で、そういう時どういうふうなところで先行したいかっていうと、二つぐらい重要なことがあって、一つは、まあ、研究のチャレンジな点っていうことを書いてほしい。やはり研究っていうのは、難しいし達成できないこともあるんだけども、このブーストを使ってぜひチャレンジしてほしいっていうのが、まあ、メッセージとしてここで出したい。だからそのチャレンジしてほしいっていう点をぜひ見る。まあ、それは将来的に目指す目標と、を含めてですね、夢も。それで、あと、ここの下のところでいろいろ書いてあるんですけど、もちろん自ら発想とか、提案者が自らのアイデアって、これはまあ当たり前のことなんですけど、最後のところもちゃんと気をつけてください。まあ、アドバイザー、今回のアドバイザーの数はおそらく今までのいわゆる戦略のプレストとか先駆けよりもちょっとは多い。サイズは大きい。ですが、有限です。有限のサイズの中で選ばないといけない。で、そうなると、皆さんが出したものをバッチリ採点できる人っていうのはいない可能性もあるし、いても一人っていうものになるのがおそらく、まあ、おそらくそうなる可能性が高いです。そうなった時に何が重要かっていうと、ちょっと関連分野だったら分かる先生方は結構、アドバイザーでいる可能性が結構高いので、その関連分野の研究者にも分かるように、少なくても分からせるように書いていきます。これは結構重要だね。で、今回の資格は学位取得10年未満。その若い年代の人が、この研究内容を理解できる90プレゼンを目指してほしいって言ってるけど、完璧にできるとは思ってません。その年代で完璧にできるような技術はおそらくない、普通は。なんだけど、ここは重要なのは、目指してほしいってことなんです。それ目指してもらえなかったら、またそのつもりがなかったら絶対わからないです。目指してほしい、そのつもりがあれば、こちらは理解しようと。なので、ぜひそれはもう目指してほしいな。そういうところを含めて今回は、若手の研究者の、まあ、いわゆる力を引き出したいというところがありますので、引き出されるような形のプレゼントとかを目指してほしいというふうに思います。で、まあ、プログラム運営については、まあ、結構仕事当然のことを書いてあって、例えばアドバイザーとの交流だとか、若手研究者の交流、これでぜひやってほしい。それからまあ、このプログラムとしては、どんなの研究分野に大きいインパクトを与える取り組みってものを推奨するんで、それをお互いまあ、出しようと。あと最後に、まあ、ライフイベントだとか、ワークライフバランスっていうものについては、これはもう完全に非常に重要視してますので、ぜひそういうことが、例えば、もちろん、女性研究者の育休産休は当たり前なんですけど、男性研究者の育休っていうのもぜひたくさん取って、これは非常に重要な側面で、女性研究者が入っていくためには、男性研究者がどれだけ、協力するかっていうのは非常に重要な側面。
そういうことなんで、男性研究者がそういうことをするっていうこと、当たり前にするのが世の中にしなきゃいけない。で、それはもうぜひ積極的にとって。特にこのブースターの世代っていうのは、学位と普通で見は、まあ、ライフイベントを体験する可能性が高い世代。で、こういうことはぜひですね、というふうに思います。さて、それで、まあ、研究者目線として、どれぐらい何があるかってことをちょっと、話したいと思うんですけど、まあ、ブーストのメリットっていうのは、まあ、研究者から見ると、やっぱ、給与向上だとか、研究費獲得だということ。で、クロアポ先とクロアポ元っていうのはある。クロアポ元っていうのは所属研究機関です。クロアポ先っていうのは、やっぱり若い優秀な研究者が来てくれるより、やっぱり大きいということです。一方で、一番まあ、ここはネックになる可能性があるんですけど、クロアポ元、つまり所属している研究機関にとってみて、このブーストって何だということと、まあ、研究者から見て、どう見るかっていうと、やっぱ所属研究者のスキルアップとかモチベーションの向上っていうのは、所属している研究機関にとってはすごく大きい。本当に大きい。ただ、それだけでもないんですね。まあ、この図っていうのは結構今回のブーストの、いわゆる、まあ、シンボルになる図で、まあ、やがてここかな、給与が1.5倍みたいになっている。この図がシンボル。これのポイントは何かっていうと、クロップすることによって、大学が払うお金ってのは下がってるんです。下がってるんだって。これ、つまり何言ってるかっていうと、クロップ元っていうのは、もちろん研究者のスキルアップとかモチベーションアップだとかっていうもの大きいんですけど、それ以外に人件費を削減できる。うまく人件費を削減できると、例えば0.5人分のが2人分あれば1人分になって、もう1人雇えるはずがある。そういうロジックとかもぜひですね、研究機関に、浸透してほしいな。なので、これブースト制度っていうのは現時点ではまだ、各大研究機関がそれぞれ多分、制度作り、制度設定、困ってると思うんだけど、うまくやると全部が勝つ可能性が高いっていう制度だということをご理解で、特に若手研究者が率先してこれをやる気で見せると、おそらく全部が勝つということなので、皆さんで声を上げてほしい。それで最後に、まあ最後ではないんですけど、彼がまあちょっと言いたいメッセージがいくつかあって、まずブーストって採用されることの魅力っていうのを皆さんに、再度認識してほしいんですけど、まあブーストっていうのはまあネクストリーダーになるっていうようなことにしたい。まあ、あとはまあ登竜門みたいなものなのかもしれない。で、それで次がちょっと自分が本当に皆さん、若手研究者に出したいメッセージで、AI の分野だとか、情報分野の近いところと、まあ対アメリカ、対中国みたいなところで勝負していくときに、もはや論文数で戦うってことは不可能なんです。もはや研究の量で戦うっていうのは不可能なんです。彼らに立つためにはもう10倍、20倍の予算が必要。じゃあそうじゃない、我々は何をすべきかっていうと、もう質を目指すしかない。で、質を満たすときに何をやらなきゃいけないかっていうと、やっぱりその分野で、一番重要な問題で、大きなチャレンジだ。それを目指さなきゃいけない。それで、じゃあ、そんなのずっと昔からみんな言い続けてたんですね。若い人はでっかい問題、チャレンジしろって言い続けたにもかかわらず、そこまでうまくいってない。それはなんでだろうっていうと、これは実力不足ではないと。正直。海外の研究者の著しく実力不足するのは到底思えない。で、自分の意見は、これは簡単に言えば、日本の社会、日本のアカデミア、日本の研究業界が、若手研究者に対して心を折る要素が多すぎると思います。つまり何年もこれ、チャレンジするためには2年、3年、4年、同じ問題を取り組まなきゃ。でも、その辺は何言ってるかというと、2年、3年、何も、というか出ないかもしれない。それを許容するような雰囲気は多分ない。だけど、これが何言ってるかっていうと、才能があり、かつ、情熱がある研究者、若手研究者は、ぜひ、一番難しいものに挑んで
で、その時に、ブーストっていうのは何かっていうと、心が折る様子をなんとかしてちょっと覗きたい。まあ、なんでかんだ言って、給料が上がれば、ちょっとは耐えられる。耐えられる要素上がるだろうと思います。まだまだいっぱい他の社会的要素があります。これが心を折る要因になる可能性、もちろんあります。だけど、まず一つとして、ブーストっていうものをもらいました。それで、まあ、ある意味、格がつきました。そして、給与を上げます。だから、本当に難しい問題をやっています。マージナルな問題じゃダメです。本当に難しい問題をやっています。っていうのが、私が言いたいメッセージ。ここで取りたいメッセージ。そうじゃないと、もうなんかマジなものばっかりやってても、あんまりいないと思うんですね。この国が研究力を上げるためには、本当に重要な結果をやるし、本質的なことをやる以外ない。もう量では絶対かなわないで。で、その質問ができるような形として、若手の研究者の心を折らす、まあ、ここに書いてある豊かな心になれるようなものに貢献したいというのは分析。心を折る要素をちょっと外したい。まあ、何年かないで給料が1点何倍、5倍までいかないかもしれないけど、なると、まあ、そこそこ心は豊かで。ちょっと贅沢はできる。ちょっと贅沢したらまた新しい。このことを5年間保証したいと。というふうに思います。もちろん全員が全員成功するわけじゃない。そういうのは科学じゃないです。だけど、こういうようなことをして成功する確率を上げるっていうのが、やはり、この国として、科学政策として必要なんだろうということで、ぜひそれを実践したい。まあ、まあ、ほとんどそれがほぼ全てで、若手研究者が今みたいなことですることによって、まあ、この国の、まあ、ある意味戦い方っていうのをマスターして、それを若手研究者につなげて、かつこのようなファンドを続けるという大きな声を上げてくれるということが一番。ということで、ぜひそれはやってほしい。それはエコシステム。で、さっきも言ったように、ライフイベントを経験する世代でもあるんで、で、女性研究者は、まあ、もう当然ですけど、男性研究者もちゃんと息を取るようにしてというふうに思います。まあ、あとは、大学研究環境だとか、そういうものの、情報の共有とかもやってほしい。それで、まあ、原則5年間5000万円、最大200万円ということですね。それで、まあ、最後に、まあ、ここも皆さん聞きたいところだと思うんですが、最大200件って書いてます。まず何件取りますか？ 2 点目は来年もやりますか？ 2 点目。ですが、両方とも残念ながら現時点で言えば未定です。残念ながら未定です。まあ未定なんですけど、さっきも言ったように、こういうものっていうのは、現場の声が大きく上がれば変わる可能性が高い。ですので、皆さんこういう世代に対して、いわゆる、共感があるんだったら、ぜひ声を上げてほしいな。これも絶対やってくれと。何回も何年もやってくれ。何十年もやってくれ。で、まあ、応募条件。ここで、先ほど、前職からもありましたけど、今回は、主要なのは、ほぼないと。重複制限。まあ、それはなぜかというと、今回は給与なんですね。基本的に。給与扱いだからない。ということで、この趣旨を交えて、まあ、どのグラントを持ってる人も出してください。まあ、さすがに、エラートの総括はちょっとまずいかもしれないけど、さすがにエラートの総括を、学位取って10年未満やってる人はあんまりない気がします。はい。それと、あと先ほど言いました、学位取得10年未満なんですけど、特にライフイベントを経験した女性研究者は、この10っていうスカーズがだいぶ伸びる可能性があります。だいぶ伸びる可能性がありますので、例えば2014年の3月に学位取った人で、まあ、ライフイベントを経験して、まあ、確実に出せるような気がします。まあ、みたいなことがあるので、ぜひですね、こういうのは JST ところに相談してください。要相談してください。で、相談して、あなたは出せますよって言ったら、もうぜひ出してください。で、ここへの、まあ、OK かどうかを決めるのは JST の、まあ、ある意味、基準がありますので、これ私に言われてもしょうがない。ぜひですね、出していただいて、たくさんの人に出してもらいたいと思うんで、ライフイベントを経験した人は伸びる可能性があるから、それっていうものを、ぜひですね、使ってほしいし、それ以外に、さっきも男性研究者の話もあります。男性研究者も、育休をちょっとでも取ってたら、この10年未満っていうのが、ちょっと伸びる可能性。さっきも言ったように、2014年3月に学位を取った人は、現時点ではダメです。
ダメなんだけど、例えば、育休みたいなのを2週間取りましたっつったらもう多分 OK なんですね。そういうこともあり得るので、ぜひですね、JC に要相談で、どういう資格だったら出せるかってことは、ぜひそれは問い合わせてほしい。やっぱりこういう育休だとか、産休だとか、そういうものをちゃんと加味して出すシステムっていうのは、これからは多分若手研究者のために必須だと思いますので、それはぜひ使ってほしいなというふうに思います。あと、クロアポについては、先ほどありましたように、新生児は未定でもいいんですけれども、ホームページで順次クロアポ受け入れ期間が出て、そっちに、クロアポしていただくということになるし、それはその本格的に考え始めるのは、新生後でも大丈夫。例えば、そういう時でも大丈夫。あとは、最短で1月ということになってますけれども、それ以降、実は1年ぐらい猶予がありますので、クロアポって、実質あと1.5年ぐらい猶予がある。例えば、スケジュール31日の方法になってますので、資格がある方、ぜひ出してもらいますし、先ほど言いましたが、資格がある方って10年未満だけではなくて、ライフイベントを経験された女性研究者があったり、あるいは育休を取られた男性研究者は全然話が違って、どういうことになるか、ちゃんと確認して、そういう方も出せるのであれば、ぜひ出して、というふうに思います。はい、ちょっと長くなりました。私の、今日は、ありがとうございました。どうもありがとうございました。